てるよ。穴ぼこ。はなーい。しだちゃん、ま、てん、しゅんたろう。あれだよ。いただきます。いただきます。お味噌汁おいしい。うん、おいしい。昨日のだからしょっぱい。しょっぱい。じゃあ、おいたした。おいたし。うん、ウッドになってよ。なんだ。シャワーは向こうに。ほら、あー、すごいだろ。何でもできちゃうんだ。どこだった？もう帰りたい。はい、こういうなんかちょっとこの音がふわふわなんだって酔っ払った感じが出ていいんだってこれはいいつことでね、焼酎飲みですね。こぼれないようにね。こんな入れてる、いっぱい入れてる。で、こっちにペンがあるからこっちのペンに移動してありますよね。そうそうそう、これずらえこれでペタって、ここペタペタペタってやってごらん。指で、こうやって指先でこうやってこうやってシールが便利だから。シールがいっぱい、こうやって横にして持ってきてみる。なんちゅうかうるさい。海にいるさ気持ち悪いやつだよ。暴れちゃったブロックが。これはえらいこっちゃ。これはダメだ。やばい、ダメダメだった。何持ってきて。ほら、仰げ仰げ。はい、これ仰いで早く。それだと多分ねえ、ちょっとそんなちょっとだけダメだよ。ふよりじゃ。どれぐらい使うかな。こけるめー。こっち
ッケーです。はい、どっちもオッケー。はい、味噌汁できました。味噌汁できました。こうやってポツポツ穴が開いてるのね。ほら知ってますよ。ね、これいいんだよね。ね、それね、うん、美味しいっていう証拠なんだよ。おお、よく知ってるね。そうだよね。よし。はい、じゃあタイコレ入れて。ご飯はお皿によそります。なんかいい方法ないかな。オッケー。味噌汁こっちあるよ。では焚き火交流会始まります。コメラの森では残飯はなしですので、食べられないものは先に覗いてくださいね。はい、うん、そのダン君が作ってる、うん、味噌汁、うんうん、ご飯は、うん、美味しいね。美味しいとは言えない。うまいな。うん、もちもちしてる。ハナのピースピースピース。暑い中うちの下が。あ、来たよ。頭まで入ってない。ドラム缶の中に入ってれば煙残ないと思うよ。足で空気をこう抜くわけ。結構ここが大事だからね。ドラえもんのド書きました。これは上手い下手は関係ないの。読める読めないも関係ないの。いや、あさちゃんがドラえもんのドを書いただけ。でも思いっきり書いたの。それだけでいいです。ほらほら、上手上手。こういう感じ、こういう感じで、うんとこう取れないよこれ。今ね、東京の子なんか根っこ取れないの。なんで取ったことないから。ああ、そうなんだ。ねえ、登って。これとね、この根っことヨモギと、うん、そんぐらい。ルパン、それの半分ぐらいだ。楽しい。福島のど根性見た感じ。いいですか。みんなね、このワークショップにはルールがあります、はい、必ず立って書くこと、うん、いい？立って書くんだよ、はい、で上手に書くには体をぐにゃぐにゃにして真似して。はい、回して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 。おっ、奥くん上手。回して回して、せーの、出た出た、あ、出た。次は腹から出す。手でこうやって書いちゃダメよ。ちょっと待って。はい、どうぞ。あって書くんだ。いいよ、もう書くときは黙ってとこうね。あ、いいよ、点。はい、次。あおしゃれな。なんだろう。お、やべえ、速くなってきた、音楽。お、すごい。おお、くだ。すごーい。すごい。この点は誰だ？はるくんだよ。はるくんはまだ字が書けません。だから何から始めようかって言ったら、点から始めようって言って点を書いたんだよね。でもすごいすごい、こうほら、こだわりの点なの。ゆるりって書いたのに
ゆるくないの。あ、手形がある。すごいでしょ。熱い男だよね。ゆるりは2つの意味があるんですよ。はい、言ってください。いや、ゆるいっていうのと、いろりっていう意味があるんですよ。あれそう、書道の書だ。あいちゃんの書道の書。いろんな字書けるね。すごいね。細い字も書けるし、太い字も書けるし、ガッとした情熱的なのも書けるし、妊婦の字とは思えません。生まれる。すごいよね、まこちゃん。すごい。なんか濃くしちゃうね。しないんだね。でもすごいいい字。じゃーん、拍手。いやー、いい字でしょ。例えば森っていう字をみんな、あの森って書いても一人一人違った字が書けたと思います。それはもう皆さんの個性だと思います。そこの自分らしさを大事にしてください。じゃあ、挨拶をします。とてもいい天気の中で、子どもたち、子どもも存分に楽しむことができました。